い、皆さんこんにちは。榊敦史です。暑いわ。暑いんですけど、ほんまに。中途半端な暑さですね。締め切って冷房しようかっていうことでもないし、でもなんかそのやってるとなんかだらっとこう、あんか暑いなと思って、汗拭かなあかんなと。またビール欲しいわと思って、でもこれ以上飲んだらな、仕事できへんちゃうのと思いながら、今日日曜日やんとかって、こう私の中でね、こう悪魔とね、天使が戦ってるんですよ。飲んでしまいそうですけどね。これでね、ちょっと読んでたんです、これね。在店でございまして。8月号ですね。で、まあ、楽しく読ませていただいたんですけど、最後のになってこれですね。はい、捜査当局こぼれ話というのがございまして。在店の記者さん、よく追いかけてますよね。で、このね、まあ、新聞で言うたらベタ記事ですよね、この、これ。これが面白かったわ。かわいい。こっちですか、こっちか。はい、かわいい。政界取り物帳、河井夫妻立憲の背景に生徒会長落選のドラマってあった。この河井克行さん、旦さんの方ですね、元法務大臣の旦さんの方の話、まあ奥さんの話も書いてあるんですけどね。事件を主導しているとされる克行氏の小学校生徒会長選挙の暗い過去が影響しているというほんまかみたいな。小学校の時の生徒会長選挙ってね、そんな人生に影響するんですか。僕ね、中学校の時にね、生徒会長選挙の会長候補で立候補したことありますよ。それになりたかったわけちゃうんですよ。僕らの時って白毛世代ですからね、その誰もね、生徒会長に立候補せえへんかったんですよ。立候補せえへんかった。僕その時に9クラスあった中の1クラスの、いわゆるまあクラス代表みたいなことやってたんですよ、私はね。それもなんかこう陰謀で、別にその代表にふさわしい人間ではなかったんですけど、私全然なんかでされてしまったんですけど、まあその時に要はじゃあ各クラス1人出せっていう話だって、でね、クラス代表出ろって話。嫌やんと思いながら出たんですけどね、5人ぐらい出て、4位かな。やめてってお前も。ええんですよ、はい、のどめは。克行氏のパワハラは有名で、事務所を辞めた秘書や職員の数は3桁とも言われ、多くのスタッフが克行氏の横暴ぶりに悩まされてきました。3桁っていうのも尋常ならざる数字ですよね。国会議員さんいくらぐらいスタッフいるんでしょうね。10人ぐらいいるんでしょうかね。地元に5、6人、東京に3、4人ぐらいはいるんでしょうね。それが2桁って言ったら100人以上ってことですよ。100人以上辞めてるってことでしょう。しかし、ようそんなことする。地元の人を雇うわけでしょう。その、なんていうかこう、評判は悪くなりすぎて、普通選挙が落ちるんちゃうのと思うけど、でもどうにも上がってきてはるんですね。地元広島での評判はすこぶる悪い。何もかもを把握したがる神経質すぎる性格は、選挙戦を前にするとより鋭くなります。偏屈とも言えるこだわりの裏には、幼少期のトラウマがあるんです。地元で聞いた話ですが、彼は小学生の時、生徒会長選挙に2回立候補しましたが、いずれも落選。プライドの高かった克行氏にとって、落選はトラウマになって、なったようなのです。かっこ地元政界を取材する記者。ようもでもそんな話拾ってきますね。小学校の時の生徒会長選挙の記録なんて残ってるんですか。小学校に行かないと残ってないじゃん。その小学校の同級生っていうか、同時期に小学校にいた人は覚えてるかもしれないけど、そんな確かな記憶ちゃうでしょ。選挙に弱い克行氏を支えたのが安里氏、奥さんですね。2人は克行氏が県議から衆院議員に転身し、2度目の落選中の01年に結婚。2回も落選したんだ、この人。やめろや、もうほんまにそう思うんですけど。安里氏も政治の道に進み、派手な服装とチャーミングな笑顔で県議時代から親父キラーを発揮、支持者を獲得してきた。結婚後の克行氏は危うい選挙もあったが、03年以降は当選し続け、安里氏は克行氏にとって揚げまんとも言える。
アンリさんの話ね。前日の政治部記者は参院選で初当選した後のアンリ氏が党の会合よりも地元周りを優先したことから生意気だとして嫌う国会議員もいますと明かすと。まあそれだけの話なんですけど、やっぱりね、国会議員もね、あの選挙に落ちればただの人と言われてますけど、なんて言います、今回多分ほぼほぼお二方とも失職確実ですよね。失職確実で、まあその実刑になるんちゃうかという話もございまして、まあ 1,2 年ちゃうかというのが相場らしいですけど、まあ、でも奥さんも、奥さんはどうなんでしょうね。どっちにしろ有罪になりそうですね。お二方とも逮捕されて起訴されていますんで、そうなるとですね、まあそのきちんとお勤めになられてですね、出てこられた後もですね、自民党の公認はほぼ難しいんちゃうかなという気はしますね。鈴木宗男さんがそうですけども、まああの方も非常にあの何と言いますか、ほぼほぼ何と言うんですか、国策捜査と言いますか、あの佐藤優さんもそうですけど、なんか国の国家権力がこいつなんとかしようということでこうなったような感じがしないでもないんですけど、河合さんの場合はどっちかというとあれですね、身から出たサビ的なところで、やられてしまったということでしょうけど、もう自民党の公認ってないと思うんですよ。で、元議員ということになるんでしょうけど、2回選挙やってしまえば。元議員で、今更県議に戻るわけでもないでしょうし、そうしますとですね、次回公認がないということは、まあ、選挙多分ね、こういう方々ですから出てくると思うんですけど、当選はおぼつかないんちゃうかなと、ここまでやられてしまったらね。でそうするとただの人の人生をこの後送らなあかんということになりますけども、どうなるのか別に私が心配することではないんですけども、もうそのなんていうか安倍政権、菅義偉さんも切りにかかってますからね。もうトカゲの尻尾切ってちょんちょんちょんと、あれ関係ないって、任命責任すんませんでしたの一言で済ませようとしている節が濃厚でございまして、ということは救済はないわけだって。で出てこられた時には多分5、6年先、まあ、早くて3、4年先ですから、はい、3、4年先ですから、もう安倍政権終わってるわけでして、そうするともうなんていうかこうなんか泣きつく先がないやんということになってしまって、このまま多分もうあと2年もしたらね、2年っていうか1年もしたらね、忘れ去られて、判決が出た頃に、ああそんな人言いはったねと言われる程度になってると思う。まあこの後非常に厳しい人生が待ってるんちゃうかという感じはします。その私もね、一度は松下政経塾を受けた人間でございます。もう通ってたらもう偉いことになってましたよね、ほんまに。ね、一番は野田さんという方がね、民主党で総理になられましたけど、あれもなんかもう世間におバカぶりを示して終わったというだけに終わってますからね。財務省にコロッと騙されて、ね、お人よしっていうだけのイメージで終わって、あとなんかろくな人おらへんやんっていうお前原誠二さんですか、まあ、なんていうかこうあの中にこう混じれたとは思いませんけども、彼に混じってたらえらい目に遭ってんだっていう河合さんもそうでしょ。やっぱあんまり若い時に政治家目指したらあかんのでしょうね。別に僕ぐらいだってからやると思いませんけど、そんな今更そんなしんどいこと言えやわと、もうここで喋ってる部分がよっぽど楽でええやんと思いますね。なんか引いててきましたね。別に引いてらでいいんですよ、これから僕仕事するんですから、ほんまに。はい、在店ね、毎月送っていただいてありがとうございます。捜査当局こぼれ話っていうのはね、割合ね、こまめにこうやってね、この手の話をね拾っていただいてですね、この河合さんの話の前に書いてあるのはね、東京地検の話なんですね。東京地検、東京地検初長期政権森本総特捜の評価はリニア後半が試金石っていう
いわゆるあの森本さんという方が治験の対象らしいんですけど、ちょっと無理筋をやってるんちゃうかっていう話があって、これもなかなか面白い記事で、こういうところにね、やっぱりね、雑誌の面白さっていうのは出てきてるんちゃうかなと思いながら、日曜日のまったりとした午後を過ごしております。はい、皆さんどうもありがとうございました。